さあ、えー、それじゃあですね方言ニュースいってみましょうか、えー、今日の担当は上地和夫さんですはい、えー、こんにちははいこんにちははいよろしくお願いします <coughs> はいさあ、はいはい、ぐすうよおがんじゅうはちみせいびみまあち,ちのはやまぬはい、えー、月日は早まのように去ってゆくち、えー、うちなやまとくじせい、えー、こういんやのごとしの意味、ちむえびさやさい 我々は自分、えー、じいさんばあさんがあからよく聞いていたんですけどもね、この言葉、あこの年になって、えー、実感してますよ。父の肺や馬の肺、えー、若い頃の1ヶ月を生 2, 2週間ぐらいで過ぎ去っていく感覚ですな、えー。時間の速さが倍速になっている感じです。不思議ですな。 そこで、えー、今年もあと3日中夜12月しわしの29日旧暦うちなぬく夢11月しむちしの19日など便東西中央琉球新報の記事の中からうちなありくりのニュースうちていさびだ中のニュースを今年今年の1月に開通した宮古伊良部大橋のニュースやびんゆでなびら 今年一1月、今年の総合地、1月に開通トゥータル選ぶ大橋は、夜間における利用者の安全確保を目的、ゆるという方々の安全守るために、道路照明、電灯、電気、石やビタン、設置しました。 環境対策からすべて CBTLED 発酵大応道採用 LED 地下ィ伊良部島側の海中道路部分伊良部島側伊良部島ムティエビサヤサイ伊良部島ムティアの海中道路やウミガメなど生態環境への配慮 えー、海神のことを考えて照明が照らす部分を道路に限るよう設置場所や器具を工夫、えー、電気の赤がいるところを導け照らすこと、えー、電気石いるバスン道具の工夫装備品当初初め照明をつけない案も検討されていました、えー、電気電灯地球ラン還元、えー、当てるこという意味が 地元からのおのもとみのあて千やびたんつ,、えー、つけたということです。県都土木事務所の小橋川所長は3 5 4 0ルにわたる伝統照明は夜間通行のためのみならずおゆるあっちゅるみびけのあらん 新たな夜景スポットとして、えー、観光資源にもなると期待している。ミークに揺、えー、るの観光資源会かにないんと話していますう。お話を呼び。ところで、えー、ヤイビー氏が、このイラブ大橋開通直後、おイラブ大橋の通られることのなり直後、チャーキーから、 多くの観光客が伊良部島を訪れるようになり多くの往復の観光客が伊良部島県面相地宮古島を訪れる観光客も大幅に増加長久島の観光客伊達園宇宙内備誕今年度靴年の宮古島の観光客数目標は宮手のちむとおる50万人達成に期待がかかる反面 えー、50万人チム・トール反面片原から出ばから宮古島市伊良部商工会の調査、えー、調べに有利分生活必需品など島民の島内消費が大幅に減り伊良部島内内の島内内の数定も生活必需品の売り高の一平をってって、えー

まあ、便利になった反面、また、備蓄の問題に、えー、掃除、掃除とんじんくやびんやさい。まあ、わたが、あ子供の頃、山津総合地へ相びらん、うちな総合地へ相びいていくと、お総合地へ封じ通し、きび倒しも終えてから、のんびりと旧正月を迎えたものですけれども、現在は正月がきびせい、きびせいとうの真っ盛り。八重山も、せいとうが始まったようです。 台風の影響でキビ生産量は少し減ったそうですがお,およそ8万トンミクドンディのことやいびん、まあ、キビ生とキビ農家はあお今が大忙しいですね当社安政またアチャーウイチェサビラ二平デビルはい、えー、どうもありがとうございました、えー、今日の担当はウエチカズさんでした